大切に思う人のために散々尽くしているにもかかわらず愛されない、愛されないどころか関係がどんどんおかしくなってしまう人もいれば、それほど尽くしているようには思えないにもかかわらずなぜか愛される人もいる。今日はこの違いについてご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください。あなたが彼のために散々力を尽くして、時にはねお金を使い、時には体を削り、心を削ってあの人のためにとね、やってるにもかかわらず全くそれがね報われない、いや報われないどころかね、あの人どっかに行っちゃったみたいなね、何なんだこれというふうに感じることもあるかもしれないし、一方でね、なんだか大して彼のために何かをやってあげてる気配がないのに、いつもあの人愛されてるよねというふうに思う人もいる。この違いはねどこにあるのかという話なんです。もちろん個別具体的に見ていけば、いろんな事情があるからね、十把人柄げにこうだっていうふうには言い切らないこともある。まあ尽くしてくれる女が好きっていう男性もいるし、まあそれをね全てこう真正面から受け止めて真摯に対応してくれる人、まあそういう人がね、いれば一番いいのかもしれないけど、まあ現実そうじゃないことも多かったりもするし、まあいろんなケースがある中でも、まあ大きく分けてね、尽くす女が愛されなくなる、そして尽くされない女が愛されている、この理由というのはいくつかあるので、今日はそのポイントをご紹介していこうと思うんだが、まずねこう尽くしても尽くしても愛されない理由はどこにあるかというと、この尽くす理由ですよね。尽くすあなたの心の動機、これがどこにあるかということを一回考えた方がいい。で大きく分けてね、こう尽くしたがりの女の子というか、そういう人の動機、2つあるんです。あなたも心当たりがあるかもしれません。その動機のうちの一つは期待。これだけやったんだからこれだけ返ってくるだろう。私はこれだけあの人のために力を注いだ。だからそれは必ず返ってくるに違いない。返してね、お願い、やったんだからやってというその期待感ですよね。それは時にあなたにとって一方的な押し付けであるから、彼にとってはそれがねこう鬱陶しい、そうお感じになることもあるし、またあなたがね期待したとしても、彼にしてみれば別にそれはあなたが勝手にそうしているだけのことだから答える義務はないわけですよね。答える義務がないから、まあ返さない、いや別にそれ君がやってるだけじゃないかね。まああなたとしめば、いやいや、なんでこんなにやったの、じゃあもっとやるわってどん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 こうエスカレートしていくんだけど、結果やれば やっても、いろんなことやってもね返ってこない。だからあなたの中でイライラたまり、不安がたまり、心配がたまり、結局私疲れてないんじゃないか、返ってこないっていうことはダメなんじゃないかということで、まああの手この手でねいろんなことを考え始めて、結果的にお互いのコミュニケーションが立ち行かなくなって、本当に愛されなくなるというね、この期待感に基づく尽くすという行為、これはもうね結果的に良くない方向にしか行かないですよね。そしてもう一つね、尽くすという行為に対しての動機のもう一つは何かというと、まあ今もちらっと言いましたけど、不安ですよね。不安というのはやらないと、こうしないと嫌われてしまうんじゃないかな、こうしないと私捨てられちゃうんちゃうかなとか、こうやってあの人のために尽くしていないと私は彼に認めてもらえないんじゃないかなというこの不安感ですよね。まあこういう不安感を持って何かをしようとしても、結局相手のご機嫌伺いでしかないですよね。まあ言ってみればこう卑屈になって、でただただねこう自分を嫌わないで、私をそばに置いておいて、私を手放さないようにしてというね、そういう、こう下から下から
という感覚だから、まあ彼にしてみれば、なんかね、卑屈な女がなんかしてきてるとかね、だったら便利使いしたれという方向にしかならないですよね。だから最初のね、この期待もそうだし、こちらの不安もそうなんだけど、お相手にとってはね、その期待や不安のエネルギーをポーンって投げられて嬉しいかっていう話ですよね。これはあなたが逆の立場だったらどうかっていうふうに考えてもね、わかると思うんです。一方的にね、いやいや、俺お前を飯食わしたんだから、ちょっと今夜俺と泊まりに行かないとおかしいやろって言われても、いや、そんな、だって、ね、ご飯セッティングしたのあなたじゃないか、そんな知るかいなっていうふうに、まあ普通思うし、まあ一方で、いや、俺を嫌わないでくれってね、こう、ね、やたら下から、ね、こう、まあセルフイメージ、をね、こう自分自身ですごく低く持ってるような方が、下からね、いや、お願いだよ、嫌わないで、頼むよ、なんて言われても、なんかやだな、この人っていうふうに、まあ思ったりしますよね。だから、何かをやればいいのか、何かを尽くせば帰ってくるかというと、まあそうではないし、それがね、むしろマイナスにしかならないから、離れていかれてしまうんですよね。まあ、離れていくだけならまだしもね、やっぱりお相手が増長して、ますます、ね、こう、あなたに対して無理難題を言ってきたりとか、まあ、時に、まあ、いわゆるこう、モラハラ的なね、言動に変わっていくような、まあ、クズ男が一丁出来上がりというね、ことになる。まあ、その辺のね、プロセスというのは、一回ここでお話をさせていただいたので、まあ、なぜね、こう、ダメ男と付き合ってしまうかっていうと、やっぱりこう、尽くしすぎちゃうというかね、ここにリンクが出てますからね、尽くして、お相手のために、と言いながら、結局この自分の期待感や、不安感をね、まあ、期待感を満たすか、不安感を消し去るがためにというね、まあ、言ってみれば、つまりあなたの一人のためなんだよね。お相手のためって言いながら、結局あなた自身のためだから、結局それって何も届かないんですよ。だからこそ、尽くすほどに愛されないというかね、尽くすほどに、まあ、いいことにならない。じゃあ、翻ってね、愛される、尽くさない女っていうのは、どういう女か。これね、あなたの、うまくいってる時のことをね、思い出してもらうと、これもね、大体わかる。うまくいってる時ってみんな大体こういうことやってるから、あなたも彼との関係が、いい時ってね、まあこれ男性でもね、女性との関係がうまくいってる時って、大体こういう感じなんです。もう完全にね、50-50なんですよね。尽くす尽くされっていうことよりは、できることで力になってあげる。やれることでね、プラスアルファやってあげる。まあ今日ね、ボーナスもらって、まあちょっとね、お金に余裕があるから、まあご飯食べ行こうよ。というね、やりとりですよね。いや別に尽くしてるわけじゃなくて、あなたに余裕があって、できる範囲のことをやってあげる。まあ今日ちょっと時間が空いたから、空いてる時間でね、まあなんだったらあなたのうち掃除してあげようか。という、あくまでも、見返りを全く期待をしない。そして別に不安があるわけでも何でもなくて、できることをやりたいからやるっていうだけの話でしょ。だからそこに見返りも期待してないし、別に不安も何もないじゃないですか。そうするとお相手もね、別に何かをね、こう返さなきゃいけないわけじゃないし、まあ、心情的にはね、返したい気持ちはあるんだけど、でも、ね、別に何かこう期待をされてる感がないから、あ、それはぜひやってくださいねっていうような話になるし、逆にね、こう、下からでね、こう、不安に基づいて来られるわけじゃないから、調子づいて何か上から目線になることもなく、あくまでもね、対等ですよ。だから期待も不安もなく、本当にね、こうできることをやってあげる。そしてそれは、結果的に二人の関係をより良くしていくために、まあ、資することかどうかっていうことですよね。あなた自身の心を乱すためだけじゃなくてね、二人の関係をより良くしていくために、できることをやってあげるっていうだけの話で、プラスアルファの部分ですよね。だから何か自分自身を犠牲にして、ね、何かお相手に力を尽くして、その自分に犠牲にした以上のものをお相手から返してくれっていうことじゃなくて、あくまでもプラスアルファ、自分自身のね、こう余剰部分というか、使える力を使ってあげて、彼のためにやってあげてる時っていうのは、まあ大概うまくいってますよ。だから、尽くしてる感っていうのがね、ないんですよね。周りから見ててもね、ご本人としても、いや、できることやってるだけだから別に、そんな期待もしてないし、だから、お互いの関係が
50-50 になって、フラットな気持ちでね、不安とか期待っていうものがない中で、一人間同士として向き合いながら、関係を作っていくことができてる。さっきもね、言いましたけど、まあ大体うまくいってる時ってね、そういう関係になってんです。で、うまくいってない時とか、自分がね、ちょっとやっぱりこう不安に駆られてたりとか、ちょっとね、こう焦って何か結論を急いでる時に限って、やっぱりね、こう何かこう尽くしてる自分にどん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 こうスイッチが切り替わっていくというかね、そちら側にモードが変わっていってしまっているので、まあそういう時には、要注意。尽くすほどに、あなた自身がやっぱり避けられていくことになるし、相手を増長させてね、関係をますますおかしくなっていくので、極力ね、いつも申し上げるんですけど、やっぱり男性女性それぞれ男と女である前に、やっぱり人と人、一般的なね、やっぱりコミュニケーションとして考えた時に、じゃあこの2人がね、共同で生きていこう、同じ道を歩んでいこうとして考えたときに、やっぱり相手に対するリスペクトがないといかんですよね。そしてあなた自身も、リスペクトされていないと。じゃあただただ期待を押し付ける人、ただただ下からねこう入ってきて、不安ばかり抱えてね、まあ、私を見せないでっていう人をリスペクトできるかっていうと、やっぱりなかなかねそうじゃない。繰り返し申し上げますように、それが逆の立場でもね、同じ話なので、まあそんなところをね、一回考えてみていただくといいのではないでしょうか。まあもちろん、冒頭にも申し上げたように、まあお互いの事情によってね、多少ニュアンスは変わってくる話だと思うので、まあそこはまたね、個別具体的な問題については、いつも通り僕のね、個別セッションの方でもお越しいただければ、ご相談に乗らせていただけるところは、ご相談に乗らせていただくことができると。だから誰かのためにね、何かをやることがいけないのではなくて、そこに不安感とかね、やっぱり期待感っていうのをポーンと乗っけてね、はいどうぞってやっても、お相手は苦しいだけだし、そして何も返ってこないあなたはますます苦しくなっていくだけ。まあそれこそね、まあ都合のいい女というところになっていってしまうと、まあこれはこれでね、あんまりハッピーなことじゃないので、まあ尽くすこと自体がね、悪いかっていうとそういうことではなくて、まあバランスの問題っていうふうにね、考えてみていただければいいのかなと思います。繰り返し申し上げますが、うまくいっているときは、大体みんなできている話なんです。ちょっとね、こう踏み外して、焦っていたりとか、不安に駆られているときに限ってね、今申し上げたような、尽くしても愛されない女になってしまいがちになるので、まあその時はね、ググッとこう自分でね、あそっちはあかんと、もう一回こう 50-50 のね、関係になんなきゃあかんなと、できることをやればいいというところに立ち返っていただくと、お二人の関係、尽くすとかね、尽くさないとか関係なく、より良い関係にしていくことができるのではないでしょうか。